皆さんこんにちは。今回の RCTV は、ちょ現場からお届けしたいんですけれども、今回は、壁にタイルを貼ることの、可能性ということでお届けしてみたいと思います。通常、ほとんどの住宅の場合壁をクロスで貼って、仕上げるとか、もしくは、中には漆喰とか珪藻土っていう選択はあると思うんですが、なかなかその住宅においてその壁にタイルを貼るっていうのは少ないかと思うんですが、もちろんクロスが悪いとか漆喰が悪いとかそういう話ではなくて、そのタイルを貼ることでその見栄えという点において、グレードの高い住宅になるということをお届けしたいみたいと思います。見ていただいて分かる通り、壁にタイルを貼ることで、高級感を出していると。ただやっぱこういうふうなことをするときにやっぱ気をつけなきゃいけないのが、クロスとかに比べてやはりその反響がしやすいということですね。これ今声聞いてみてもらって分かると思うんですが、エコーがかかりやすいと。ただ今この状態でかかってるだけなんで、例えばそのソファーを布張りのものにされるとか、ラグを引くとか、カーテンをつけるとか、そういうふうな吸音材を配置することによってこの反射音というのはどんどんなくなってきます。部屋の大きさが狭いと、なおさらそういうふうにエコーって気になるんで、これだけの大きさの部屋でエコーがかかるっていう、状態になるっていうことですね、タイルだと。ただ今これ何にも置いてない状態なんで、ここにその家具を置いたり、人が入ったりすることで、もちろんその反射音というのはなくなってきます。今一番反射がされる状態ですね。ただこういうふうに反射すると、そういうふうなことを踏まえて、契約していかなきゃいけないということですね。その反射音のところですね。住宅に限らず、会議室とか、そういうものに対しても人が会話するっていうところにおいて、テレビもそうなんですが、部屋のそのエコーのかかり具合というのは非常に重要な要素になります。見た目、広さ、景色、そういうふうなものの他に、会話やその音楽を楽しむっていう上で、その部屋の吸音性っていうのは、非常に重要な要素になるってことなんですよね。家具が皆さんが思っておられるより、ソファーっていうのはすごい吸音性能があるんで、ああいうふうなものをその布張りのものにされることで、吸音性っていうのは非常に上がってきます。今回はその部屋において仕上げをタイルにすることでそのグレードが非常に上がるっていうことと、またあとそういうふうに吸音性の少ない材料を使うことで反射音というものに対して他のファクターですね、家具とかそういうふうなもので調整していく必要があるよっていう、そういうふうな内容をお届けしてみました。また動画の視聴よろしくお願いします。